令和2年の今年どのようにあるべきかという、ちょっとテーマとしてはいきなり大きいんですけども、いかがでしょうか、ささんん井先ほど私、申し上げましたけどね、今、ツイッターの、世界のツイッターのトレンドの一番のことが第1の世界に対し一方、日本はガチャピンのムックやっと。 日本人の平和系を象徴している事象、うん、かなと思いますね。本当、はあ、もう少し、えー。私たちは今年、えー、日本と世界を。ちょっと真剣に見直さなあかん時が来てると思いますけどね。あの。令和のね、ええ、元年の一番最初に。 何が起きたかっていうのを振り返ってみると令和の時代を象徴しているような気がするんです北朝鮮がミサイルをどんどん打ち始めたんですよねであの平成の30年間は平和だったとみんな言いますけどもじゃあ私たちが考えなきゃいけないのはその平和は 誰が担保しててくれたんでですすかってことですね、えー、私たち日本人がすごく努力をして、うん、世界の平和日本の平和を担保したんではなくって、えー、これはその,その30年前にベルリンの壁が崩れてね、はい、でそのソビエトの方が崩壊して、えー、アメリカが一つだけ一強として生き残って、うん、アメリカが作った平和とか秩序の枠組みの中これまあパックス・アメリカーナと言いますけども、えー、このパックス・アメリカーナの枠の中でね 日本は平和の。 配当をもらったんですよ何にも努力しなくてもアメリカのパクス・アメリカーナの中である程度の平和秩序というものがあったために私たちは例えば国防の基本である自衛隊憲法改正何にもしなかった皇位継承のことも何にもしなかったいろんなことで先送りしてきたわけですねもちろんね日本人が頑張らなかったわけではないんですよ。いろんな 自然災害があったりね、三点一一があったりして、でも私たちはすごく頑張ったんだけれども。頑張るっていうのはこの国の形をどういうふうにしたらいいかという。大戦略なしで。自分たちが立っているその場所で、私たちは頑張るしかなかったんですね。でも国家として大戦略を立てて。大きな枠組みを変えていきましょうという作業を行,っ,行ったために。このつけが。 全部令和に来てる。てるい一言で言うと、つ、うんうん、け全部来ましたから、<ー>ものすごくしんどい時代に令和はなると、すで、うんうん、になっていると思います。三十年前、はい、あるいは四十年前ね、はい、ええー、日本は、はい。 もう国際的な大きな危機的状況に何もなかったんです、うん、世界そのものが大体そういうことなかった,、うんうん、たもちろんその一部にはいろいろありましたけどね日本にはあんまり関係することなかったですから、はい、その当時の日本の総理大臣あるいは大臣、うん、あるいは国会議員、うんうん、どんなバカでもよかったんです。 実際どんなバカでもよかった。だからもう相,当相当ね <laughs> バカな方いらっしゃいました,ましたもう総理大臣もバカばっかりでした。うん、ほんでねそれでもね、うん 一般僕は民間人がすごい努力頑張ってたから日本は持ってたまあ実際に日本は平和でしたからね経済一流政治三流とかねそう当時の中国は北朝鮮なんかミサイル持ってなかったしね30年前40年前それが中国の経済なんかもうガタガタでしたからね日本の例えばいや日本で1枚持ってて中国持ってったらもう中国で100万ぐらいの価値があるもう経済格差ばった日本はもう極東の中でも大金持っちゃったんですよででバブルのの時は日本土地全部 の全部買えるぐらいの日本の土地の値段が上がってたもうその当時はもう総理大臣も国会議員もバカバカでもよけただから本番バカバカになだったんですとこはでもそれから30年40年経ってねもうそんな状況でいけなくなったのにまだ日本の国会議員とかバカばっかりなんですよだからそのツケが今えらいことになってるんですねもうこういう状況やのにもうさっきから言うてるねもう日本の議員ほんと野党も与党も大バカもばっかりでしょ。 えらいことですわ。えらいことなので、じゃあこれをどういうふうに打開していったらいいかということで、さっきもちょっと話が出ましたけどもね、やっぱり気がついた人が、人自分のそのいるところで頑張っていって、それこの頑張る輪をこう広げていくしかないんです。国民運動ですね。そうなんですよね。もトランのニュースがね。やっぱり100万人ミラーが作らんとね。トランのモニュースと一緒にあの言論者っていうのもねちょっとご紹介してくださる。 ここでですね、はい、こちらですよね。はい、こちら。テレビ、百田さんにもね、時々出てただくらライブ、君の一歩が明日を変えると読んだ方がよろしいんですよね、こちらがね。毎週金曜日0僕21時、午後9時から生配信中です、言論テレビ。さくらいさんが主催なさってる言論テレビ。